森谷康幸は中部日本放送の元アナウンサー。兵庫県出身。同期は、角城、聖寺、中西直樹、小高直子、角田美穂、原本美希。人事異動でアナウンス室を離れラジオ編成部に移った。ラジオ番組の公開収録等に顔を出し、参加者に案内することや、編成の立場で解説などで番組出演をすることもある。 プロデューサーやディレクターとして放送関係の賞を受けている。2017年11月、CBC ラジオのオリジナルワイド FM ラジオの開発に加わった。ABCDF 森谷康之先生、マイナスタイナゴヤ大学マイナスタイナゴヤ大学、南医療政協グループホーム名もドキュメンタリーラジオ番組が表彰、日本医療福祉生活共同組合連合会。 閲覧2017年11月20日、狩猟者の心の葛藤を感じてほしい。森理恵子、森愛康幸、近大地秀穂、読む楽しむ、HBF 公益財団法人放送文化基金。閲覧2017年11月20日平成29年日本、民間放送連盟賞、CBC ラジオが最優秀受賞、ラジチューブラジチューブ。閲覧2017年11月20日。 CBC ラジオが開発から関わった新型 FM ラジオ登場ラジチューブラジチューブ閲覧2017年11月20日ありがとうございます